モンゴル系民族モンゴル民族チャハルチャハルは、近世以降のモンゴルの有力部族集団の一つ。新大以降にはそれらの遊牧する地域を指す名称としても用いられた。新朝はモンゴルを八木猛虎、内族猛虎、外藩猛虎の三種に区分したが、チャハル部は、後日の売リニ新能の乱以降、旧来の主張家が廃止され、新朝皇帝に直属する内族猛虎とされた。 15世紀の東アジア諸国と北方諸民族。15世紀末、北元モンゴルはダヤンハーンによってトゥメンと呼ばれる6つの大部族に再編成され、サントゥメンずつゴビ砂漠の東北の左翼とゴビ砂漠の西南の右翼に分かれた。左翼を構成するトゥメンはチャハル、ハルハ、ウリアンハンのサントゥメンで、筆頭のチャハルトゥメンは13世紀に クビライが兄モンケから与えられた慶長書領の、後ろ身で、代々、クビライの母、ソルコクタニべきの霊に奉仕した。クビライの即位後、この安政王、マンガラ、孫の安政王アナンダと相続され、大帝帝の代に、安政王オルクテムルに与えられたが、1332年、文相トクテムルによって取り潰された。1510年、ダヤン・ハーンがモンゴルを再統一すると、 ダヤン・ハーンの直轄領となった。ダヤン・ハーンが亡くなると、長男のトロ・ボラトがすでに亡くなっていたため、その長男であるボディが後継者に指名されていたが、まだ21歳と若か,かったため、ダヤン・ハーンの三男で、ボディのおじであるバルス・ボラトシン王が、右翼サントゥメンを背景に即位し、サイン・アラク・ハーンと称した。しかし、ボディは、左翼サントゥメンの勢力を結集し、おじに迫って退位させ、 ボディアラクハーンとして即位した。1542年、オルドス・トゥメンの軍ビリクメ・ルゲン・信号王が亡くなると、ボディアラクハーンはその弟であるトゥメとト,トゥメンのあるたに、都政とセチェンハーンの称号を授け、右翼の新しい指導者と認め、モンゴルで2番目のハーンという位置づけをした。1547年、ボディアラクハーンが亡くなると、その長男ダライスンハーンは、 アルタンハーンの圧迫を避けて、チャハルブ及びハルハブの一部を引き連れて、大港安嶺山脈の東側に移動し、両河の上流域に遊牧地を移した。1551年、ダライスンハーンは、アルタンハーンとは牧師、発泊室の神前で正式にハーンに即位することが、でき、ダライスンゴデンハーンとなった。ダライスンゴデンハーンはその代償として、現代以来の名誉ある称号、 首都をアルタンに授け、アルタンハーンがゲゲンハーンと称することを承認した。その後、チャハルブは高原東部から東北平原にかけて最大の勢力であり続け、チベット仏教界とも親密な関係を築いた。17世紀に入ると、リンダンフトクトハーンは、自らの下にモンゴル諸部族を再統一しようと考えたが、それまで対等な関係で同盟を結んでいたに、 過ぎなかったモンゴル諸部は、彼の強権を嫌い、ホルチン部においては、いち早く、満州のアトキン国主のハチと同盟し、その息子本体寺率いる、アトキン軍が内ルハを支配下に入れた後、熱下まで進出する事態となった。1627年、五金国の本体寺の圧迫を受けたリンダン・フトクと、ハーンは西方に移動し、1628年に、ハラチン、トゥメトの、 両ハーン家を滅ぼして不平ほどを手に入れ、加藤のウルドス部を復従させ、さらに北、モンゴルにまで勢力を伸ばした。当時、北モンゴルのハルハブで最も強力であったのは、アバダイ、ハーンの老いのツメンケンチョクと本体寺で、彼は、リンダン・フトクト・ハーンに忠誠を誓ってその事業に、協力したため、リンダン・フトクト・ハーンは全モンゴルを、その支配下に置くことができた。年、 リンダン・フチュクト・ハーンは、チベット遠征に出発し、青海に入ろうとしたが、その途上シャラタラの草原で病死した。その間、リンダン・フチュクト・ハーンが、不在のモンゴルでは、満州の本体寺率いる、アトキン軍がフヘホトを占領し、翌年には、リンダンの維持、エジェイがアトキンに降り、元朝皇帝に伝わる、極時、成功の宝をアトキンに献上することとなった。エジェイは、 本体寺の娘を主わせられ、神王の釈意を与えられて、神の皇族として偶せられて、そのまま内モンゴルの中部に泊まったチャハル部を領した。しかし、その子で神王の釈意を継承したブルニが1673年に三藩の乱に呼応して、反乱を起こし、後期帝,帝に鎮圧された後、チャハル王家は取り潰された。チャハル部族は解体されて、モンゴル人の王家を通さずに、 秦の皇帝が直轄支配する総管機に再編され、カルガン口の北の草原でチャハル八期、チャハル四牧軍などが設置された。長北口には秦の官僚であるチャハル都党が置かれ、チャハル八期はその配下として皇帝直属の領民とされる。ただし、エジェイの時にチャハル王家の統括を離れ、皇帝直属の保守運となっていたウジムチン、放置と、 スニと、アオハン、ナイマンなどのチャハル部の分家は、ブルニに従わず、そのままダヤンハーンの子孫を基調とする遊牧部族として続く。新末になると、チャハル八期の領域は農地化が進み、末基地が減少した。真の滅亡後、1914年に、チャハル八期は、周辺のチャハル系遊牧領は、チャハル特別区とされ、1928年に、 解体されて東部にカルガン口をショートとするチャハル省が置かれた。また、西部は、フフホ島首都とする水園省に編入された。中華人民共和国成立後の1952年、チャハル省は再び解体され、北部は内モンゴル自治区に並行され、南部は、河北、三西両省に編入されて、省を廃止された。かつてのチャハルの真地の主要部は内モンゴル自治区の、 シリンゴル名、バヤンドール名などに属するが、遊牧生活はほとんど廃れ、定住牧畜や反応の牧畜しか行われていない。成長に降る以前、ジャハルは八つの遊牧集団より成り立っており、これをモンゴル年代記は、八を徳茶ハル、漢文資料は、冊子、漢字八大英と称している。タタルを外し、アオハンとナイマンを独立した部族として数える学説もある。 フルートとケムジューとどちらを入れるかは学説によって異なる。ハーンダイアンハーンバルスボラトサインアラクシン王、ダイアンハーンの三男ボディアラクハーン、ダイアンハーンの長男、トロボラトノコダライスンゴデン、ハーン、ボディアラク、ハーンノコトゥメンジャサクト、ハーン、ダライスンゴデンハーンノコ、ブヤンセチェンハーン、トゥメンジャサクトハーンノコ、リンダン、ハーン。 ブヤンセチェンハーンのコマングス大使のコチンワンエジェイ、リンダンハーンのコアブナイ、エジェイノートブルニ、アブナイのコ ETHNOLOGUE.com インフォメーション岡田2010、P68 宮脇2002、P149 から150宮脇2002、P151 宮脇2002、P153 から154宮脇2002、P154、四流には、ハンはアルタンに、 シタウハンの称号を与えてとあり、アルタンハーン伝には、アルタンハーンに、相当の称号を賜ったとある。岡田秀弘はこれを、現代以来の名誉ある称号使徒とと訳したが、吉田純一はこれに疑問を抱き、かつ、猛虎源流の記述よりも、アルタンハーン伝の記述の方が正しいとしている。吉田1998、P263 から264岡田2004。 P244 宮脇 2002P175 から177岡田 2010P80 から85森川 1976PP136 から145岡田2004ありがとうございます